3号艇は沖津愛選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。準優勝戦安定馬がついての戦いになりました。振り返ってどうでしたか。まあ、風が天時と変わったんで思い切ってスタートいきましたけど、よかったですね。はい、フランスに関しては改めて評価はどうでしょうか。正直何もないですね。優勝戦入るとまあ至って普通です。まあ、その中でも優勝戦しっかり乗ってこられました。大村は苦手意識があるとおっしゃってましたが、そのあたりはどうですか。そうですね、改めて苦手やなっていうのが分かります。はい、ぜひね、その払拭をするような優勝戦のレースであっていただきたいなと思うんですけれども、優勝戦に向けての調整、何かさらに考えていることありますか。まあ、プロペラだけですかね。まだまだちょっと試したいことがあるので。はい。そして枠番は3号艇になりました。イメージはどうでしょうか。ないですね、正直。まくり差しも差しもできないと思います。まあ、ただあるのはまくりだけですけどね。まあ、それはうち2つが遅れてどうかです。はい。ご自身のスタートはどうですか、今節。もう風がもう変わりすぎてるんで、全く勘はまあ合ってるんですけども、正直思い切ってはいけないですね。では最後に優勝戦に向けての意気込みをお願いします。はい、内蔵船券にだけは絡んで帰りたいと思います。応援してください。